第2部合唱構成造列車がやってきたを開演いたします。日本は隣の中国と戦争を始めました。次第に戦争は激しくなり、世界を相手に戦うことになってしまいました。日本の空にはアメリカの B-29 が飛んできて、次々焼夷弾を落とし、街は焼かれていきました。そのために危険な動物は殺すようにと軍から命令が下されたのです。各地の動物園では動物たちが次々殺されていきました。しかし名古屋の東山動物園では、北尾園長をはじめ飼育係の人たちが、木下サーカスから譲り受けた4頭の象だけは何としても守り抜きたいと必死の努力を続けたのです。くじけそうになると、象使いの娘さんたちの悲しみな姿が目に浮かびました。暖房も途絶え、食べるものもなく、とうとう4頭のうち2頭は死んでしまいました。長かった戦争がようやく終わりました。日本中で生き残ったのは名古屋の東山動物園の象2頭だけになりました。1949年、このニュースを知った東京の子ども議会では、象を一目見たいと願う子どもたち10万人の代表を使者として名古屋に送りました。しかし弱っている象を貸すことはできないと断られます。そこで子どもたちは次々に行動を始めます。国会や名古屋市長をはじめ、さまざまな人たちに直接会ってお願いしました。そんな子どもたちの行動はやがて大人たちの心を動かし、特別仕立ての象列車が走ることになったのです。こうして東山動物園の象を見に来た子どもたちは1万人を超えたといいます。この話が31年前に作詞家清水憲夫、作曲家藤村喜一郎の2人によって合唱構成「象列車がやってきた」として誕生したのです。11の合唱曲がまるで物語のページをめくるように展開します。全曲通してお聴きください。作詞清水憲夫、作曲藤村喜一郎、ピアノ米田芳子、フルート中谷佳菜子、ユーフォニウム串谷典子、配役動物園の園長大田黒照之、軍人小川誠、サーカスの司会者阿部修造、象使いの娘真鍋美恵、合唱祭典特別合唱団と象列車を歌う全国の仲間たち、指揮藤村喜一郎。Yeah!
You are my
Thank you.
I'm not afraid to die.
会の代表が私のところへやってきました。Yeah.
私は実行委員長の高原久美と申します。本当にたくさんの方お越しいただきましてありがとうございました。県外からまた徳島県内の各地からお越しくださった皆様、子どもたちの輝き見ていただけましたでしょうか。私たちの未来を託すのは子どもたちです。命が輝くように、先の大戦において多くの教え子たちを戦場に送ってしまった教師たちは痛恨の思いを胸に今日まで暮らしてきました。幾多の方々の尊い命の上に日本国憲法を手にしました。大きく揺らぎ始めている平和がいつまでも子どもたちの未来のために輝いてくれることを皆さんご一緒に願い行動していこうではありませんか。よろしくお願いします。そして板野町をはじめ教育委員会の絶大なるご協力によってやっとここまでたどり着くことができました。本当に胸いっぱいです。次のバトンを長崎に渡したいと思います。長崎からメッセージが届いていますので私が代読をさせていただきます。徳島での全国教育の歌声祭典のチラシを拝見し、子どもらの命輝けをテーマにした今年の祭典が豊かな成果を得られたことだと推察できます。心からお喜び申し上げます。さて2020年、被爆75年には長崎で全国教育の歌声祭典が開催予定です。そのプレ企画として来年の8月19日20日の日には平和ツアーや交流会、合唱発表会などを企画しています。今年7月7日には国連加盟国122カ国の賛成により核兵器禁止条約が採択されました。被爆地長崎ではこれを人類の歴史上における大きな転換点と捉え、核廃絶運動に大きなうねりが起きています。来年の長崎での全国教育の歌声交流会には、そのような被爆地長崎の思いと歌声を皆様にお届けしたいと思っています。来年の夏長崎でお会いしましょう。長崎の歌声協議会議長森川恵美子、教育の歌声準備会担当園田哲美。1981年京都から始まり、歴史の変遷を見ながらも歌い続けてきた教育の歌で、徳島よりジャパンブルーの風を添えて長崎へ手渡したいと思います。本日は本当にありがとうございました。